毎日僕らは鉄板の上で焼かれて嫌になっちゃうよ。ある朝僕は店のおじさんと喧嘩して海に逃げ込んだのさ。初めて泳いだ海の底、とっても気持ちがいいもんだ。お腹のあんこが重いけど、海は白いって心が弾む。桃色サンゴが手を振って僕の泳ぎを眺めていたよ。毎日楽しいことばかり、ナンパ船が僕の住みかさ。時々サメにいじめられるけど、そんな時はそうさ逃げるのさ。一日泳げば腹ペコさ、目玉もくるくる回っちゃう。たまにはエビで僕だけが、清水ばかりがふやけてしまう。岩場の影から食いつけば、それは小さな釣り針だった。どんなにもがいても、針が喉から取れないよ。浜辺で見知らぬおじさんが、僕をすり上げびくしてた。やっぱり僕はたい焼きさ。少し焦げあるたい焼きさ。おじさん唾を飲み込んで、僕をうまそうに食べたのさ。はい、こんばんはね。ちょっと遅くなっちゃったね。ちょっと待って。たぶん、まだしね、見れて。閉めた。ね、はい、これね、2019年。7月の20日土曜深夜です。ね、今週土曜日は仕事だったんだけどね。ちょっとね。まあ、夏場ってこともあって、前ね、そう、大体ね、うちの職場は夏場はね、今頃ね、食器バラってことでね、飲み会があるんだよね、焼肉屋でね。うん。うちの町屋の、駅近くの焼肉屋でね、そんなわけで、ね、食器バラってことで、飲み会があったんだよね、土曜日、仕事があった後はね。そんなわけでね、帰るね、ね、飲んで、そんなわけでね、うん。忘年会もそうだけどね、飲んできたじゃダメね、ほんとね。家帰ってきて。もう寝ちゃうんだよ、すぐ眠くてさ、そんなわけで、ちょっとさっき1時間ぐらい前に起きたとこね、まあ1時ぐらいかな、うん、1時過ぎに、そんなわけで、今日帰んなかったよ、今日だね、しょうがないね、うん、そんなわけで今、泳げたやきございましたね、じゃあこれから YouTube ライブちょこっとやりたいと思いますね、うん、いつもそうね、職場払いとかさ、忘年会とかで飲み会の時はさ、帰らない、そのすぐね、帰って眠くなっちゃうからさ、いつも寝ちゃうんですよね。うん、じゃあ、今日も YouTube ライブちょこっと。悲しみに出会うたび、あの人を思い出す。こんな時そばにいて肩を抱いてほしいと、慰めも涙もいらないさ、ぬくもりが欲しいだけ。人は皆一人では生きてゆけないものだから、虚しさに悩むしはあの人を誘いたい。一言も語らずに同じ歌歌おうと、何気ない心の触れ合いが幸せを連れてくる。
人は皆一人では生きてゆけないものだから、生きてゆけないものだから。はい、こんばんは。今夜はね、フライを歌いました。どうも、うん、あつかさんどうもね、ルンルンさんどうもね、さださんどうもね、やまさんどうもね、けいこさんどうもね、2019年ね、7月の20日土曜日の生存確認です。今夜もね、いつものようにさりげなく生存確認の一環としてこんな風に動画アップしてます。はい、こんばんは。ね、土曜日はさ、仕事終わった後さ、うちの、まあ夏場恒例かも、恒例みたいな感じでね、初期払いってことでね、焼肉屋で飲み会があったんですね、職場のね、終わった後。そんなわけでね、飲んじゃったわけでね、まあ、いつも通りって感じでさ、忘年会もそうだけどね、まあ、そうやった時はね、飲んできたと、ね、こう帰って、ね、寝ちゃうんだよね、その横になってね。それで今さっき起きたとこ、行き過ぎにね、そう、なんか遅くなっちゃったわけでしょ。職場の飲み会があったからさ、職場洗いでさ。うん。ジムの子いなかったね、うん。おはよう、そう、また室内するけどさ、まだまだね、2時半だからね、終わった後ちょこっと寝るけどね、しょうがないね、今日はね。うん、彼は帰んなかったよ、うん。職場洗いで飲み会があったからさ、うん。ね、ちょうど、ね、この辺で、あだきくんのさ、荒川の河原で花火大会もあったんだよね、土曜の夜はね。そんなわけいかなかったね。ね、帰ってそのまま眠くて寝ちゃったからね。うん、来週は休みだからね。だいたいそう、毎年そうよね。あれ、荒川の足立区のところの花火と、隅田川の花火、浅草の近くね。あそこはだいたい毎週、繋がってんだよね。うん、翌週は隅田川とかでさ、ね、今日はね、昨日土曜の夜は7時ぐらいから、足立区のところの荒川の花火だったわけね。すぐ、おたけ橋と、じゃないや、荒井橋だ、荒川だからね。荒井橋と向こう側の間のとこね、堀切の間だって、あそこのとこ。来週は隅田川ですね、今度の土曜日はね。どうも、うん。その次あたりは、ね、平日かな、この辺だったらね、葛飾の島本のとこの江戸川の花火だね、もうそんな季節だね、もうね。うん、花火大会続くね、そんだね。まだ、梅雨は明けてないけどね。もう、うん、今週は梅雨明け遅いね、ほんとね。うん、ほんと、今年遅いよ。7月の20日過ぎてまだ梅雨明けとか言われてないもんな。遅いね、今年はね。想像するよ、どうもね。じゃあ、そんなわけで。一つより二つなんで、また一杯飲もうかと思います。いいかな？じゃあ、今日の一杯。うん、一杯行くよ。一つより二つで。あるん、想像しますよ、女の子。じゃあ、一杯飲もうかな。安い発泡酒。税込みで90円ぐらいのやつだ。80円ぐらいかな。安いんだけどね。うん、これね、こちら、こんなやつ。そう、今寝落ちだからさ。うん、そこで、すぐそこで横になってたの。あれ、その飲み会から帰った後、そのまま寝てたね。ズボンだけ脱いで。じゃあ飲もうか。今日はこれね、もう一回ね。じゃあこちら飲みます。散々飲んだからだけど、もう一年よりしたはずなんで。はい、乾杯。ちょっと量、これ安い量がね、ちょっと小さいね、330ぐらいだっけ。これでもね、安いからね、買ってます、これ。はい、乾杯。天気悪いかな、土曜日ね。
多分アウトドア行けないと思います。アウトドア行けないだろうな。うん、かんない。多分ね、いや無理しない方がいいね、雨の時はね。でも遅くにありがとうね。いつもよりも先でなくこんな風にね。あ、今日は食わなくていいや。もう結構食ったからな、あれお店でな、これ飲むだけで。そうだ、西日本の大変みたいな、あれね。あ、まあ、日本列島の近くだけど、九州、やりたい、朝鮮半島の方向かう台風の影響でね、西側がもっと悪いみたいだね。ちょうど朝鮮半島、ちょうど九州とか四国の近く、雨雲通るからね、その影響で大変みたいよね。ペヤングはね、土曜日ね、あれ、来たみたいね、不在者証入ってた。だから今日、昼間の配達で、今、ちょっと前起きてね、再発のちょっと電話しといた、メールしといた。だから今日、日曜日の昼間届くと思う。だから昼前だから、もう耐え切ってみようと思います。ペヤングのギガマックスの激辛のやつね、ネットで注文したんだ。発酵入りの一箱ね。それそれ、うん、だから今日の仕事午前中ってことでしといたんで、朝7時になったら当初行った後ずっと耐え切ってようかなと思います。だからこのアウトドアで食べようと思います。アウトドアでね、山持ってこうかなとかさばるけどね、ペヤングのギガマックス1個持っても他のもんいらないからね、他のもん一切。多分あれ1個持ってけばね、翌朝も持つと思うんだ、あれ。前にギガマックス1個食った時の通常のやつ。あれはものすごいから、ほんと。あれ1個ほんと丸々1日満腹状態だからね、あれ。一人僕の。だから山だったらね、夜あれ、朝食って、下山開始して、もうその日1日夜でもね、満腹続くと思うんで、ちょうどいいと思う。だ今度、山で、テントワークで一泊の時持ってこうかと。朝ごはんで、しようかなと思う。ちょうどいい、下山で結構さ、歩くからさ、朝、あれ、ギガ食ってもさ、ね、東証行きますよ。東証、いつもの。うちはね、都内なんでね、笑っちゃったもん、これみたいなさ、野税金病出てんだね、野税さんに、どうせ当選しないと思うけどさ、僕はね、この子、この女の子、キラヨシコって女の子を投票しようかな、同じ、前回もそうだった、6年前もこの子だった、この女の子、ヨシコちゃんに投票しよう。かわいいよね、この子ね。これ見ると、そう、この前回の当選した間結婚したみたいね、3歳の子供がいるって書いてあるもんね。そう、この女の子、平吉子と女の子。書いてある、このプロフィールに書いてある。夫と3歳の息子って書いてあるってことは、そうだね。前回当選した後結婚して子供、結婚したのか知んないけど、ね、わかんない。子供できたのね、その間にね。可愛さじゃないです、僕は。可愛さもあるけど、僕は。これに惹かれて。これ。大体僕、日本調査と入れて、大体じゃないかもしれない、僕。選挙、いろいろな、選挙、ほぼじゃない、100% 東京共産党に入れてますね。僕の場合はね。今の都知事の時もさ、東証も僕、共産党系の人に入れたからな。確実に僕、共産党入れてますね。あ、党員でも何でもないけどね。まあ、普通に職場飲み会だからそのまんまで特別ない。あ、お場所はね、あそこだった。あれ、町田のさ、三井住友、桜銀行だっけ、前桜銀行だった。三井住友だっけ。そこ横の入ってたところの、焼肉ドラゴンっていうお店でしたね。あそこで飲み会でした。直払いでした。
いいことだ。分かった？ジョンさん。アヒルして仕方してないよ。知ってますか、アヒルさんだもんね。焼肉ドラゴンっていうのね。うん、あそこ名前変えた。別の店だけど、以前はまた別の焼肉に入ってたんだよな。あれ終わった後の、今あそこが入って。うん、結構女の子が随分見てるね、今回ね。自民党は丸川って女の子だね、女の子。まあ、笑っちゃったもんだ。ノルウェーチンペレ出てんだ、ノルウェー。多分投票しないでしょうけどね。当選はしないと思うけど、ノルウェーチンペレ。笑っちゃった、あれ。税金取ったか。僕が中学生ぐらいだっけ。もうだから、30年ぐらい前出てたんだよね、あの人ね。見せないよ。見せないよ、どうもね。どうも。まあ、こっちも司令も共産党に出ますよ、司令も共産党。21日、7時からだからね。うん、選挙行ってから、宅配まとい家でね。楽しみだ。令和なんか当選して、なんだよ、令和って。メディアじゃさ、一部メディアじゃすごい。絶対もこんなもん行くわけね、あんなもん。なんか知んねえけど、一部のメディアだろ。特にネット系とか知んねえけどさ、ヤフーとかだからさ。すごい人気あるようなこと書いてるとかあって、僕それほどわかんない、こんな。なんでこんなのあんの？令和なんて。意外とね、うん、笑っちゃうよね。立憲民主党より支持あるようなの書いてあるよね。わかんない、僕はそれ。その違いがわかんない。ね、立憲民主党より知名度あるとは思えないけどな、令和って。うん、まあいいや、ね。うん、じゃあもう一杯飲もうかな。もう遅いんで、この時間で、じゃあもう一杯飲んだろう。今日はこれ安い発泡酒で。じゃあもう一杯飲んで終わろうと思います。かっこいいですか、どうもね。うん。はあ、よかったよかった。はあ、来週になればね、この夜が明けて日曜はまあしょうがないね。次の日曜は天気だろうね、きっとね。もう完全夏だろうね。うん。残念。まあでも、今度、もう明日じゃなくて朝、その次の日曜も天気あるようだったらね、ちょっとね、この夏は辛いよね。うん、そうだと思う、これ。うん、この一週間だと多分ね、次開けると思うね、開けるでしょうね、せいでね。もう、この日の日曜、ね。でしょうがないね。もう夜が明けて日曜多分、ね、天候も悪いんで、多分アウトドア行かないと思いますからね。まあ、荷物も待たなきゃいけないからな。うん、ちょっともう一杯持ってこようか。これ量330で量少ないけどね、安い割にはこれうまいんだよ、この発泡酒ね。安い割にはこれ2杯目。乾杯。乾杯。聞いてるルルさん、聞いてるよ。ルルさん、最初にじゃルルさん、どうもねって。どうもね。はい、ありがとう。こんにちはね。こんばんはね。今日はね。仕事終わった後、職場らで飲み会だったんでね、まあ、帰らず寝ちゃったんでね、遅くなっちゃってごめんなさいね。
いい感じだね。楽しみな選挙。参議院だからね。でも参議院はすげえよな、お金のある人はさ。一回挑戦したら6年間だだもんな。ね。6年間。6年間はさ、一応ね、苦に困らないだもんね。そう、そう、参議院はね。もう当選もすぐ大変だろうけど、当選しちゃえばね。うん、6年間はあんたに少なくともね。うん、そうでしょ。いや、そうって何、どうもね。うん。反対だよな、ほんと。すごいな。でも結局さ、議員定数減らねえのだけども、そうじゃねえかな、あれ。民主からさ、政権議員に変わった時だった、あれ。なんだっけ。なんか言ったよな、あれ。消費税増税の前提としてさ、あれ。国会議員減らすか言って、結局減らないのな。結局減らせねえんだよな、あれね。結局さ、もう 10% 確実みたいだろうし。その前にさ、議員をさ、削減するようなこと言ってたのに全然しねえの。いつ減らせるわけないよ、結局ね。うん。逆にさ、なんだっけ。あれ。一票の不平等の問題でさ、増えてるとこもあるしさ。それね、なんだあれ。いや、総参加、いろいろあるんだね、僕。うん。僕はもう、共産党系です。皆さんもよかったら。確かな野党が必要だからさ。確かな野党、ね。うん、そういう意味で僕はね、生存確認の一環として、お互い様の一環として、そんな感じで共産党系に入れたいと思います。うん、ではまたね。またこの少なくとも今夜アウトドア配信なかったとしてもね、今夜帰ったらやりますんで、おやすみなさい。おやすみ、まあ、ひとまず寝るからさ、おやすみなさいね。またね。うん。まだね、3時前だから、ひと寝入りしようと思いますんで、おやすみなさい。ありがとうね、皆さん。ルンルンさんどうもね、ヤマさんどうもね、ネットさんどうもね、皆さんどうもね。また、また今夜、少なくとも今夜、またいつもの生存確認ね。ではまたね。はい、終わりました。ちょっとトイレ行ってくるね。
通りでした。どうもね。じゃあ最後一曲終わって終わろうか。今日最後はこの歌歌おうか。じゃあこの歌を今日最後は、ね、プリンセスプリンセスネームを歌って終わろうか。いつも一緒にいたかった。隣で笑ってたかった。季節はまた変わるのに、心だけ立ち止まったまま、あなたのいない右側に、少しは慣れたつもりでいたのに、どうしてこんなに涙が出るの？ああ、もう叶わない思いならあなたを忘れる勇気だけ欲しい。いいよ、今でも覚えている、あなたの言葉、肩の向こうに見えた景色さえもそば下げ、星が森へ帰るように自然に消えて、小さな仕草もはしゃいだあの時の私も、いつも一緒にいたかった。隣で笑ってたかった。季節はまた変わるのに、心だけ立ち止まったまま。出会った秋の写真には、はにかんだ笑顔、ただ嬉しくて、こんな日が来ると思わなかった。ああ、まばたきもしないで、あなたを胸に焼き付けてた。恋しくて、あなたの声聞きたくて、消せないアドレス、M のページを指で辿ってるだけ。そう朝げ、夢見て目が覚めた。黒いジャケット、後ろ姿が、誰かと見えなくなってゆく、そわさげ、星が森へ帰るように、自然に消えて、小さな仕草もいつまでもあなたしか見えない、私も。ではまた。最後はね、プリンセスプリンセスの M でした。ではまた。